あまり色が変わるの好きじゃないんだけど、なぜか家にあって 普段使わんから、今日これ使うかと思って使ってるから、ちょっと今日は目が違うんですよ。そう、今もしてるよ。なんかね、本当に茶色いナチュラルなのが好きなんだけど、なぜか結構昔の私は色付きのやつを多分買ってたっぽくて、で多分普段は使わんから、昨日はね茶色いやつ、昨日も同じ理由で別のやつつけてました。そう、昨日も普段は使わんやつをつけて、コンタクトが減らんように、なんかずっと大体家にいる日はそう使わんコンタクトっていうかカラコン使ったらいいなと思って。今日は珍しいです 珍しく目の色が気分変わる。でもね、もうあんまりね、なんだろう、カラコン色があんまり変わるやつ好きじゃないよ実は。でもさ、使わんのもさ、あれじゃん、使った方がいいじゃん、買ったやつは。家にいる日に使うって。はじめまして。かわいいです。ほんと？ファミ申し込むからな、あさって。そしたらよろしく。おっ、待ってるよ。その当時は何で買ったの？なんか2箱買ったら1箱無料ですみたいな、無料ですみたいなやつがあって、で全部そのブラウンみたいなナチュラルなやつにしようって思ったけど、そのブラウンがそうおまけでなくて、3つ目にそうなくって、じゃあこれでって言ったやつが多分これだった 何も考えずに、まあいいか、じゃあどれでもと思って、そう多分そういう理由だった気がするよ、覚えてないけど、だいぶ前に。意外と軽い理由 なかったんだもん、自分が愛用してたやつが そう、もしかしたらちょっと前に色付きをいろいろ試してみたいと思って買ったやつなのか、どうだったかしら、どっちかだと思うけど、多分おまけのやつだったと思う。そう、コンタクトの、あ、そうそう、度数がなかったとかあった気がする、そういう理由だったかもしれない。私コンタクトじゃない、カラコンを使うとね、いつもよりはまだ大人っぽくなるんですよ。なんでだろん、こんばんは。桃が好き。色によって売れる数違うか。そうね、何色が人気なんだろうね。私本当にめっちゃもうナチュラルなブラウンしか買わないからね、あんまり分かんないんですけど。あとね、ライト当ててるから目の色がめっちゃ変わってるように見えちゃうけど、直接見たらね全然そんなことないんですよ。多分ね、今ライトっていうか配信する時用にライトつけてんのね。だからそう、よりだと思う。そう、グリーンとかブルーね、なんかピンクメイクする子とかブルーのイメージあるけど、そう、
そうなんよ。はい、たまには新鮮なももかさんもたまにはね。ブルー似合う、どうなんだろうね、本当にね買ったことない。てか大体私普通のコンタクトだから、普段から。そう、カラコン高いんよ。お話し会も全然つけてない。実際会ったらよく言われること、実際会ったらちっちゃいって言われる身長がちっちゃいとか、なんだろう、あとなんて言われるっけな、私なんて言われるかな、なんて言われてるっけ、ちっちゃい、ちっちゃいのイメージが強すぎて、あとなんかあるかな、わかんないな。逆に意外と身長あるって言われる。身長あるって言われないかな。なんかちっちゃいってちっちゃいって言われる。あとなんだろう、吸い込まれるよね、ほんと。思ってたより小さいは言われるね。ほんとにそれ以外なんだろう、声大きい、声大きい、どう、声大きい。透明感すごい嬉しい、ありがとう。映えすぎて緊張する。そんなこと思ってくれてるの？嬉しい。なんだろうね、私の印象、自分じゃさ、まあ分かんないからさ、なんかもうどうみんなが思ってるとか分かんない、全然。本当に圧が強いそれはそう。いつもいつも元気。あ、首がない、嬉しい。妖精感。そう、首長いかもしれない、私も最近気づいたこと。こんばんは、こんばんは。今でも可愛くて緊張することある。本当にメイク技術がある思う？嬉しい。今日はね、タバカン前髪がちょっと影ができちゃう。うまくいったんよ。気のせいか、今日もももちゃん可愛いありがとう。土曜日に本物のおもちゃを見るの、確かめに来てください。こんばんは、こんばんは。アイリちゃんに似てるねと言われたことある？ある、似てるって言われたことあるよ。あるの、あるよ。とか一緒にいたら姉妹感あるとかって言われたりするかな。表情が表情大人っぽいかしらありがとう。明日は盆栽見つけるよ。明日は福フェス。今日はちょっと雰囲気が違うか。
確かにカラコンとかつけたら大人になって似てきたと思う。本当になんかそれぞれの見方があるんだろうなって前配信でも話してたんだけど、お姉ちゃんと一緒になんか身長とかキャラとかは全然違うから、そういう部分でもそういう部分では似てないって思ってる方も多い、そういう部分を見てる方は似てないって思う方がいるけど、なんかなんて言って雰囲気とか身長とか以外のとこだったら似てるかな、似てるって言ってくれる人もいる。それぞれ結構あるかもしれない。そうそう、別々にいるよりも一緒に並んで横にいる時の方が似てるとか姉妹感があるとかで、そう感じが、そうなんよ、そうキャラとかは全然違うけどなんか感じがね似てるって言われたりするね最近特に。実際に会って両方見たら多分姉妹感があると思うよ。福井さんのために時計としてないね。そうね、今日はまだしてないね。さらに似ていくのか、どうだろうね、私がどういう系統になっていくかも分かんないからね、これから変わらん気がする多分変わってないです私は。絵のセンスめっちゃ似てるよね。そうなんか真逆だよね。負けず嫌いなところ、私負けず嫌いかな。私最近負けず嫌いか分からんのよね自分がさ負けず嫌いなのか分かんなくなってきちゃったの本当に。イメージある？なんかさゲームとかはめっちゃ負けず嫌いなんだけど、なんだろうね、別になんか自分が絶対一番みたいなとこもないなって思う部分もいっぱいあるんですよ。もうなんかそうなんよね、なんかそれゲームとか、あとなんだろう、いやゲームしか思いつかない。ゲームとか体育の勝負事みたいなとか勉強とかそういうのはめっちゃ負けず嫌いなんだけど、なんかそう分野に、そうそう、なんかそう自分じゃない子の方がいいって思ったらその子の方がいいなって思うから、そうもう全部一番みたいな性格でもない気がする自分に分けたくない。そうなんかね、そう誰かと競おうとか思ってないかな。自分、そうね、自分に、自分自身の決めたところには、自分、そうね、自分で決めたことは絶対そこはちゃんとクリアしたいみたいなね感じかもしれない。己との戦い、そう自分と戦うのよ自分が納得できないとダメっていう感じの意味での負けず、そうやね、なんか誰かと戦うのは全然得意じゃなくて、いつもそこからさっと逃げちゃうからそう、なんか自分が決めたことにしか負けず嫌いじゃないかもしれない。
今日お誕生日おめでとう。いい一年にしてね。いい一年にしてね。おめでとう。ある意味勝負師本当。そう、おめでとうございます。おめでとう。そう、今日はねおしめ様の誕生日なんよ。でも今日会えんかったから、でもプレゼントは持っていこうって思って用意してあるので、そう、何、私内緒私まで内緒そう、内緒っていうか全然内緒ではないんですけど、そう、もかさ昨日さ、あのさあの0時にめっちゃスタンバってたんですよ。おめでとうって、おめでとうございますって書いてのスタンバって、そう、朝から23時57分にアラームかけて、そのアラームが鳴ってあっってなって、そう、一番狙ったんだけど一番じゃなかったみなみさんが一番って配信でひなさんが言ってたから、あのもうか一番ね遅かったみたいえ、ちゃんと送ったんだよ、0時には送ったんですけど、多分その0時の中の戦いがあって、そうなんですよ、何番だったかわかんないんですけど、でもすぐなったらポンって押したんですよ。でもそう、さすがです、みなみさん、本当にさすがです、本当そう、ちょうど多分 0.1 秒のバトル、そう、バトルがあったんですけどそうなんかね最近ね1位のバトルにめっちゃ、なんかこの間も誰だったっけ、この間も一番を狙ったんですよ、ゼロ時に送って、サーヤンだったかな、私それも 0.1 秒とかの争いで負けてた気がするんですよねね、そう、だからいつもその時のうち忘れちゃったけど、何だったっけな、なんか、あ、そうそう、サーヤン、沖さんだったよ、だからそう、もうかも本当にスタンバってたから、あれと思って、私が絶対一番やろうと思って送ったら一番じゃなくて、あれってなんか私の携帯ラグがあるのかしら、本当になった瞬間に押してるの、もうめっちゃスタンバってはいって押してるのに全然1位にならなくてあ、2番目のメンバーかもしれないそう、いつも2番目か3番目か4番目かの女の、あの女の子になっちゃうんですよね、あのお誕生日のおめでとうそう、でもちゃんと本当、でも0000に遅れたから、そう、そう、ちょっとあれですね、練習します一番になれる練習しますそう
フライング気味に送るしかないのかな。皆さんからでも、もーちゃん早い、お祝いしてくれるの早いって言ってくれたので、そうだプレゼントも渡したいなと思います。早押しの、そうですね、早押しのシュッシュッシュッってできるように頑張ります。11月30日は一番目、本当覚えててくれるもんかの誕生日みんな。覚えてね。覚えてくれる。明日雨なん。さすがにもう誕生日ですね。やったね。みんなさ本当にさちゃんと覚えてくれててさ、0時とかにツイートしてくれるよね。本当にすごい。お誕生日って意外とさ、そう、あ、もう誕生日になっとるやんみたいなことない？ある、自分、そう、本当にありがとう。指名さん誕生日忘れようがないの。確かにもうかわいそうね。そうね、ひなさん誕生日今日忘れなかった。めっちゃスタンバってた。そう。でもモモ結構コーチの友達とお互いに結構忘れ合ってて、なんかそう、コーチの友達、あ、ごめん0時にお祝いできてなかったってなって、朝でお誕生日おめでとう、遅くなってごめんねって言ったり、向こうもお友達もモモの誕生日、あ、ごめん忘れてたみたいな。そう、よくあるんですよ、お互いに。あれって、もう誕生日じゃんって。逆にそこまでしたし、あ、そうかもしれない。どうなんだろう。でももうそれで怒るとかないから、もうそれくらいの仲になると、なんか0時に来たら嬉しいけど、そんなね、全然寝てても何も思わないから。忘れてても思い出して言われてくるね、嬉しい。思い出してくれたら嬉しい。その日のうちに思い出すの。うん、あ、でも思い出してない時もあったよ。あれあれも過ぎてるじゃん、過ぎてるよって、忘れないでよって言ったことあるんですけど、全然なんか別に会った時とかに言ってくれればそんな何も思わんかったね。忙しかったんやろなぐらい。0時にお祝いするの大人になってからやらなくなっちゃう。あんまりやらんよね今。私ももう19歳になって0時に送ってる子ほとんどいないかも。本当に そうですね、もうなんか何時でもいいかなって。もう中学生の時とかはめっちゃやってたかもしれない。もう絶対なんか友達がいるじゃんいっぱい、そしたら、あ、今日この子の誕生日だ、やばい忘れちゃいけんと思ってめっちゃ考えてた気がするけど、今は全然考えてないですね。そう、
誕生日覚えるの得意、誕生日覚えるのは得意だけど、なんか0時の瞬間の前に思い出すのが分かんなくなっちゃう時があるから、どうしても忘れちゃいけんって思った時は、そう、アラームかけますね、本当に朝から23時57分に。もっちゃんにしかしない、え、嬉しい嬉しい。こんばんは、こんばんは。特にさ、女の子はさ0時にめっちゃ送り合うけどさ、男の子は絶対そんなあんましてるイメージないかもしれない。男性は0時に送り合ってるイメージがないんですよね。まあでも学生の時に女の子同士がするみたいな感じよね。友達付き合いで、そう、女の子って記念日とか誕生日とか大切にするかな。そう、私結構忘れちゃうんだよね自分のさ、あ、これ自分が去年なんとかだった日だみたいなの全然覚えてなくて自分がそう、自分のこと全然覚えてないよね、もうそう、同じ誕生日の人が学生だと大変なことね。そうね、確かに送らんとって、両方で送らん、自分のことを、いや、私自分のことね覚えてないんですよ、何にも。記念日とかにこだわらない人、多分こだわらないんじゃないかな。年表的なやつがあると嬉しい。嬉しい、本当に覚えてないから嬉しい。もちゃん毎日記念日、毎日今日何の記念日だ今日は何だろう。やんちゃん誕生日、この前の誕生日って覚えて、オッケー、覚えとくね。そうなんよ、あれ、そう、ファンのみんながいつも私のことを教えてくれるから、今日推しの誕生日記念、そうだね、今日は推しメン様誕生日記念。みんなに自分のことをね覚えてもらって、今年は20歳の誕生日だから、そうね、今年はちょっと誕生日がいつもの誕生日よりも、なんだろう、いやでも嬉しい、嬉しくないかも、10代が終わっちゃうから嬉しくないかも、でも嬉しい気もする、どっちもあるな。なんか今年の誕生日は多分どっちのもの気持ちをがもうありながら迎えると思う。ももちゃんメールします、してね、ももちゃんメール、もう二十歳、そうなんよびっくりだよねちょっと見ない間に綺麗になったね、嬉しい、ありがとう。全く見えないけど、見えないでしょう見えない、わかんない、どうなんだろう、見える
カマ姿だなんとかしてみたいな。本当にどこかで乗せれたらいいけど、袴姿何色にするか、袴じゃないか、振袖だった。袴は卒業式とかに着るやつや。振袖か。今でも中学生に見える。褒めてる、それ褒めてるのそれは褒めてるんですか。二十歳になったら服の趣味とかも変わったりするのかも。どうだろうね。でも頑張って貯金するだろうから、そんなにお洋服を買おうと思わないから、お洋服を見ないようにする。振袖ピンクにしてる。本当なんか大人っぽいピンクとかは可愛いなって思いながら見てるけど、なんかね。でも地元の成人式に行くかもまだ分かんないし。そう、友達が行くんやったら行こうかなぐらい。そんな、そう、意外と黒。黒はどうやろう。でもなんか白とかはね、いいなって思ったりもするんよ。ねむこちゃん、そうね、ねむこちゃんとかその親友ちゃんたちが行くんやったら考えるけど、なんか親友ちゃんたちも行くか分かんないって言ってたんよ前。そう、なんか別に行ってもなーみたいな言ってたから、行くか分からんわって言ってたから、私もね、その子たちが行かないなら別に行かなくていいかなって思ってる。前撮りとかしたいけど。成人式ぐらいの。でもね、もうね、そのねむこちゃんたちの親友ちゃんたちと以外全くね会ってないんですよね、地元の子たちと。そうだから別になんか、そう、私前撮りだけで終わらせるってそれもいいよね。そう、晴れてきてその日に親友ちゃんたちと行くと記念に、そうね、記念にはなるよねやっぱ。どうしようかな、迷いますわね。成人式は式典に参加するってより友達と集まるのがめん。そうね、友達と会いたいみたいな感じやけん。成人式というか親友で集まってお会いしたら、そう思ったんよ。なんかその成人式に行きたいってよりは、普通に普通の服でもいいけん、その親友ちゃんたちと集まってご飯を食べに行ったりしたいなって思ってる。そうだから、そう、こんばんは、こんばんは。卒業後も今のももちゃんのままで、そんな、そんなでも変わらんと思うよ。このままでいると思うよ。そういう人たちもたくさんね、最近なんか行くかわからんみたいな子結構多いから。そう、11月生まれだから、そうね、成人式には多分20歳ですね、もう桃香さんは。それ親友ちゃんもめっちゃ桃より誕生日早くって、みんな4月とか6月とか8月とかなので、そう、私より先に20歳になってるはず、みんなはずっていうかなってる。成人式は着付けが早かったから、午前中にみんなと写真撮ってすぐ帰って寝た。いや、そうだよね。そう、振り袖はめっちゃ全身にいろんなものを巻くから、
重いし疲れるしキュッてなってるんよね。だからめっちゃ大変だよな。女子楽しいよな成人式。本当？私は今男性が羨ましいよ。だってスーツで行けるのいいなって思って、朝から4時とか5時に起きて準備して行って、そしたらもうお昼で終わって、その後もうその振り袖脱ぐみたいな、やだーってなっちゃう。そう、だから私スーツで行けるのいいなって思って、女の子もねスーツで行けるとは思うんですけど、なんか周りの子たちがみんな振り袖着てたらちょっと着ず、スーツ着づらいじゃないですか。ネクタイにスーツ似合う？本当？似合う？似合うかな？スーツ似合う気がしないんですけど。箱まで行ったよ。え？いいじゃん。美しいね。でも可愛いよね、やっぱ着たら。大変だけど着たら可愛い。こんばんは、こんばんは。まだ着物決めてないよ。全然何も考えてない。そう、なんか私おばあちゃんの着たかったんだけど、もうさすがに色っていうか、なんかもう着れる状態、なんかお直ししないと着れないかもしれなくて難しそうだった。直すこともできるか分からない。振り袖かわいいし、もっちゃん絶対に、ありがとう。もういい連絡、そう、もう本当だったらレンタルを考えないといけないんですけども、ちょっと行くかもわかんないから全然考えてなくて。レンタルってそのなんかね、いいデザインのやつはあれらしいよ。いいデザインのやつはすぐなくなっちゃうから、みんななるべく早く借りるらしい。いいデザインのやつはお高いんじゃないかなっていうか、もう全体的にお高いから、そう、お金ならクラファンでなんとかし、ありがとう。気持ちが嬉しいよ、ありがとう。でもその迷う、振り袖をは写真は撮ると思うんですけど、なんかそのレンタルして、その地元のやつ行って、でもそのお金を自分のしたいことに使うのもありだなって思ったりして、ずっと迷ってる。でも絶対に写真は残したいなって、そう、パシャパシャしてもらいたいですね。お姉ちゃんは多分あの ATB さんの時に着てたあの衣装を着てたんだと思うよ。撮りに来たよ。え、撮ってくれるの？撮ってくれるの？
確かにみんなに撮ってもらえれば写真もいっぱい撮ってもらえるな。多分写真屋さん行ったらさ、なんかそんな何枚も撮ってもらえんじゃん多分。ちょっとパシャパシャって撮っていいやつ選んで終わりみたいな感じやけど、多分みんなが来てくれたらもうパシャ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 っていっぱい撮って、いっぱい撮った中からもいっぱい選べるんだろうな。お姉ちゃんのやっぱ自分の振り袖に、え、全然もう誰か親戚の人とかに振り袖を借りれたら一番いいんですけど、お姉ちゃんもあれは多分借りたやつだから、そういないんですよね。そう、そうなんですよ、借りれる人が。浴衣と違って買うと、そうなんよ、買うとめっちゃお高くって、浴衣とかだったら1万円とかで買えるんですけど、でも買ったら何十万円とかになっちゃうんですよ。一応三姉妹だけど、長女の時に着物を買ったから3人とも同じやん。いいね、やっぱいいよ、兄弟とかで買ってたらね、私お姉ちゃんがとかが買ってたらそれ着たいけど、買ってないからね、その1回にはもったいない。そう、なんか全然そう。その着物とか全然借りれるけど、やっぱりそのお金を自分の夢とかそういうものに使った方がとか、その時しかできないこととかに使った方がいいのかなって思って悩んでる。そう、まあ、和紙のお下がりでもあるかもしれない。でもママがあんまりデザインが可愛くないって言ってたから、でもそれでも全然いい。そう、100万以上するかまだいいの、ね、よ。貸してあげたい、貸して。お高お高いね、めっちゃいいやつなのね。こんばんは、こんばんは。私は今までなんかなかなかできない経験をパパとママのおかげでできてるから、普通に多分ももが高校行って大学行ってるより多分たくさん私のために、私とかお姉ちゃんのために、あの今までたくさんお金とかも子供たちのためにパパとかも使ってくれてるから、そう、獣とかもし借りるんやったら自分で頑張りたいんや。そう、もうその分普通に学校とか行ってたら絶対よりもたくさん多分が頑張ってくれてるから。そう、こんばんは、こんばんは。
や全然楽ないんよ普通に。逆に私はいっぱいわがままでいろんなことさせてもらってるから、本当にね自分が偉いとかじゃなくてね、そう偉くないんですよ全然なんならいろんなことねさせてもらってるので、ありがたやの方です本当に。そう、ちょっと今日持っていくから住所ありがとう、嬉しいよみんながそう言ってくれて。でもね着物とかもね、なんかあれとかで、ね、着れたりもしてるから、本当にあの STU の生写真とかでも着れたりしてて、あと振り袖じゃなくて、なんだっけ、袴とかもいろんなねお洋服もね STU に入ったおかげで着させてもらってるからね。そう本当にこの4年間すごいなかなかできないことをいろんな人のおかげでできたんだなって思う。ウェディングも来てる、そうだよそうだよ、モーカさんね結婚してないのにウェディングドレス着てるから生写真でびっくりだよね。プリンセスにもなった、そうなんよ。だからもういろんな、もう十分すぎるくらい、そういろんな服とか衣装とか着させてもらってて、そう警察官にもなったんだよ、すごくないそう考えたらすごいね。そうみんなにたくさん綺麗な写真を撮ってもらったりしてね、本当に。いや多分警察の洋服を着れることはなかったやろな。そうすごいな。でもウェディングドレスさあ、ウェディングドレスあの年ではやっぱ似合わせれなかったねって思うまだ十何歳の時に来たんだろうか、18歳かなの時に来たの生写真のウェディングはちょっとまだ全然似合わんなって思った、うん、しかもめちゃくちゃ段階の高い警察、え、そうだったんよね多分分かってなかったけど、桃花さん、なんかさ、普通だったら絶対なれない、すごい警察官にそのなれて。ルックハート時のドレスね、めっちゃお気に入り、私ここに書いてくれてるやつね。美人さんだって本当いつか着れる機会があるとすればもっと似合わせたいですねウェディングもやってた、ありがとう嬉しい。シダネコにもそうね、いっぱい動物ちゃんにもなったし、あと何になったやろうか、いろんなものになったね嬉しい。チャイナもなったよ、かわいい、ありがとう。ウェディングの写真して、雪だるま、雪だるま、パジャマ姿もあった、雪だるま、雪だるま、ゴスロリもあったね。ブックハートのでもドレス、やっぱあのドレス選んでよかったなって今でも思ってるんよね。エンジンにもなりましたね、だいぶ前ですけどだ
ライブ前、アイドルじゃなかったら桃かぶることも、そうだよ、アイドルじゃなかったら桃かぶらなかったね。しかも自分がこのふな桃キャラっていうのもなかったと思う。なんかアイドルになるまではまあ桃かって名前だけど、自分が桃マーク使ったりとかもなくって、でもアイドルになった時に桃キャラになろうと思って、あのフルーツのね、フルーツの桃キャラにそうなろうと思って、衣装を着て踊ってるもちゃんちゃん似合ったね。配信でもそうね、いろんな髪とかしたり、いろんな服着たり、私服好き、嬉しい。桃の方の名前になる可能性は多分ね、なかったと思う。漢字よね、そう、字は違うんですよ字は違うんですそう、生まれた時から桃ですよキャラじゃないそう、生まれた時から桃から生まれてきたんですけど、あの川から流れてて桃からパカンって出てきたんですけど、そう、漢字は違うんですよそう、どんぶらこどんぶらこってきたんけど、字は100ですねと そうね、アイドルじゃなかったらコスプレね、そうだよ、うん、そう、桃からパッカンしたから、そう鬼退治にはいかんかもしれんけど、そう、きびだんごは好きだよ。100っていうのはいい数字、そうそう、なんか名前にすごいいい意味、いい感じっていうか、いい意味の感じをねつけてくれてるから、自分で食べるんかそうですね、自分で自分で食べて、確かに旅の仲間に、じゃあ桃花がきびだんごみんなに配るね、はいはいはいって小組さん、お団子なくてもこっそりついて嬉しい、お団子なくてもついてきてくれるの、逆にありがとう。鬼怖いからやめてくれ、え、戦わないでいいんだよ、鬼はいない、楽しいことしかない ついていくから団子もちゃん、もちゃん食べていいの、逆に村人 A、 村人 A、 A なの？遠足、そうね、毎日遠足遊んでしかないことになりそうだね。きびだんごハムハムハム、ほんとだ、きびだんご、そうだ、リネットに、そう、岡山県出身じゃないけど桃キャラ、桃って言ってる、桃キャラじゃないんですけど、桃で生まれたんですけどそう入れ
タンがそう登場してくれるかもしれん。ミュータンが。そう、昨日もう本当にリネタンがパンちゃんに書いてるあのツイートもう見てモモが泣きそうになってた。なんか2人の関係性いいなと思って、なんかすごい私が感動してた一人で。みねちゃん、桃ポーズうまい。嘘。私もうまいかな。わかる？え、なんかさ、絶対寂しいじゃん。絶対寂しいと思うのに、その、なんか、なんだろう。よく、なんか、なんだろう。一生、ね。そう、一生。好きだよみたいな、もう涙が出てきそうになったよね。なんか寂しいはずなのに、あのその友達をのことをすごい一番に考えてて、なんかそれその関係性がすごい羨ましいなって思ったし、いいなって思った。そう、背中を押してあげる感じ。そう、うん、私が勝手に昨日感動してたっていう。そう、そうなんですよ。ピンクとエメグリのサイリウムの子がいなくなっちゃうんですよ。そうなんです。ピンクとエメグリが。誰か受け継いで、誰か受け継いでください。でもそうだ、私言ったことあるけど、私ねむこちゃんに、ねむこちゃんは私の、中学校からの親友なんですけど、ねむこちゃんに私そう卒業するかもしれないんだよねって言ったら、ねむこちゃんがあ、そうなんだって言ってて、でも別に卒業してもしてなくってもももはももだからどっちのももも好きだよみたいな言ってくれて、どっちのももでもずっと友達っていうか、そう言ってくれて嬉しかった。そう、なんかそれすごい、もっと「えっそうなの？」って言われると思ってたんだけど、結構あっさり「あっそうなんだ」みたいな、でもどっちでもももはのことは好きだからみたいな感じで、そう嬉しかった。覚えてるか分かんないですけど本人。でもね、他の友達たちも結構そんな感じで、みんな今日中線来て、違うそんなことない。そんなことない。でもずっと好きでいてね。そう、アイドルとかそういうのことは関係なくももちゃんを見てくれてる。そうなんよ、だからもうそれがすごい嬉しかった。自分の中でももちゃんが STU 卒業してほしいです。本当嬉しい、ありがとう。卒業してももちゃんを応援します。嬉しい。また会えたらいいね。目から水が拭いて、うん、あティッシュ発見。
こ口ですか、ごめんなさい目だと思ってやってました、もう一回今目だと思ってずっと偽装しまして、ずっと偽装しまいましで見てください。花粉症なんですか。いや花粉症だったらお花だね、お花。ラスト配信、全然ラスト配信じゃないよノーラスト配信。そうでも言ってなかったと思って、ねむこちゃん、ねむこちゃんにが言ってくれた言葉を言ってなかったと思って。そうなんですよ、最終回じゃないノーノーです、ノーいつかももちゃんもいつかご縁があればご縁があればですね。いや、そう、みんなしっとりした話をもういやーってなっちゃうと思ってるから、あのあんまり言わないんですけど、ちょっとねむこちゃんの話は言いたいなと思って。そうなんですよ、本当に全然しんみりしようとかそういう話をしようとか思ってないんですけどなるべく楽しい話をねしたいなって卒業発表した後からもずっと思ってるんですけど、そう、ファンミの開演時間ね、ファンミの開演時間気になるよね。そうだよね、私も今日届いたんですよ、何時に、何時からか。でもいつ発表されるんだ、もうちょっとでされると思うけど、毎日めっちゃ楽しい、よかった。発表後会いに行くの辛すぎてもよかった会いに来て、来て来て、姉ちゃんにもずっと一戦しまわしでいてねって、うん、ずっと一戦しまわしでいてね。申請しなきゃ、ありがとう、みんな本当にね、平日だからそうめっちゃ申し訳ないんですよ。品川行ったことないけど、なんとか行きたいな、ぜひぜひみんな。東京泊まった方がいい、どうだろう、待って、ちょっと今日ちゃんと確認して、ちゃんと確認してから明日とかになんとなく言うねなんとなく軽くない、だってでもいつ公開って書いてたかしら。言っていいもんなのか、うん。でもね、卒業公演もね全然ね発表されないんだよ、だから本当にね、あの申し訳ないなと思ってるし、準備してくださってる方にも本当にごめんなさいっていう気持ちでいっぱいでしかないんですけど、そうなんですよ、結構他のコンサートとかは発表されてるんですけど、公演は発表されなくって、なかなか。そんなに遅い時間ではそんなかったなかったと思うよ、ファンミ多分すんごいは遅くなかったと思う。4月の前半が結構お仕事ありそうだから、公演のネタ発表はいつも1ヶ月前が、そうだね、でもそうね、大体公演の発表は1ヶ月前くらいなんだけど、なんかなんだっけ、でももう決まってるからもうちょっとで発表されると思うっては言ってたんだけど、マネージャーさんがまだされてないですね、決まり次第発表みたいな感じだったんだけど、
もうちょっとなはずと思ってる。そう、マネさん曲が、マネさんの曲が出るのか、それは私もやりたいの。確かに。そうなんですよ、ひなさんの生誕ね、私いないんですよ。でも見に行きたいな、日が空いてたら見に行きます。あの日程が、私の仕事がなかったらその日見に行きたいなって思ってます。日比谷公園でまた広島行きたいからお金貯めちゃう。ありがとう、ありがとうだよ、本当に。土日、土日ファンミ当たれば絶対入れるんです。ありがとう、感謝。うん、土日になるよ。ひなさんの、ね、ひなさんの写真集ね、イベント行きたい。イベント行きたい、もうかも。もう見るた、もう絶対見えないとこにいるよ。こんばんは、こんばんは。10番機もね、配信見たんですよ、嬉しい。ありがとうございます。連番する、連番しよっか。できるだけ広島行って、ぜひぜひ。今回のそう、生誕祭チャートリー、そうなんですよ、チャートリーさんだったから私は生誕祭を当てれなくて、あーんってなってるんですけど、日が空いてたらいいなって思ってる。だからでも出場コンサート出れないから、生誕は見に行きたいなって。一日だけちゃん一日だけちゃんとりさんにちょっと参加させてももらいたい、本当に。ノモはチャーミングですって言う、いや自分で言ったらやばい。自分でチャーミングですとか言ったら。そう、ひなさんの卒業公演は多分出演できないですね、残念ながら。でも知らなかったから。知らなかったんですよ、皆さんが卒業を考えてたことを。だから、そう、生誕祭で手紙書きたいね。でも私もひなさんからもらってみたい。めっちゃ難しいことだと思うけど。わがままだと思うけど。雰囲気はチャーミングトリップで通用した。本当？でも多分もう四国に生まれじゃなかったら、ちゃんとりさんだった説大きいらしいよ。なおかはね、四国が大好きなので、四国生まれ、四国なんですけど、そう、もし四国んじゃなかったら出身地が。
マイカの本当にマイカっぽい、いっぱい喋れるかな。もーちゃんちゃんと取れると思ってた。四国出身だよ。スタジオだったらどうしてた。え、頑張ってたよ。頑張るって追いつけるやん、頑張る。そう。無力ね、歌いたかった。でも私は四国のユニットに入れたことすごい嬉しいから、そう、四国生まれでよかったなって思います。なんか雰囲気がめっちゃ好きだから。こんばんこんばんは。こうちゃん、ミレービスケット、うん、ミレービスケットだった。お借りで高知行きました。よかった。なかなかね、高知に行く機会ってないと思うんですけど、そうなんですよ、日記ゆきりかになっちゃうんですけど、あと、ガイドで四国、勝手に四国が観光ガイドでやってた曲で一緒に残ってたやつなんかあるかな。みんな だいぶ前のやつだからもうみんなの記憶に残ってるかわかんないけど、職場のお土産にミレービスケット買って、いいじゃん、嬉しい、ありがとう。ガイドだった頃がね、ガイドさんだったんで、四国公園には出演出しててくれても、四国公園言おうかな。四国テモデモね、リンコちゃんと一緒にテモデモよくやってたな、のツアー、四国回った時のツアーで56分で来た。そろそろ読みますか。もうちょっとダンスの練習をねしようと思うのと、お泊りセットを準備する。だいぶしたけどね、あとちょっとなんですけど。そのがガイドさんなんだったんですけど、フローゼスやってたよね。まだ四国公園見えてないかみたいね。四国公園ね、本当にやりたい、もう一回やりたいな。今回お姉ちゃん、今回はお姉ちゃんには会えないかな、多分すぐ帰っちゃうから、文化が。そう、あ、でもどうなんだろう、明日お姉ちゃん、明日お姉ちゃんのファンの方、お姉ちゃん忙しいか知ってますか。最近お姉ちゃん忙しそうですかね。ここで聞くなって話なんだけど。お姉ちゃん、いらっしゃいますかね。あ、稽古あるかな、わかる。そっか、でも今稽古頑張ってるのか。あ、舞台のレッスンか。ちょっとそれは忙しいね。あ、すっごい教えてくれるじゃん。あ、舞台の稽古。すんごい教えてくれて、ありがとう。やっぱ今舞台の練習頑張ってるんだよね。ありがとうございます、教えてくれて。
じゃあ多分忙しかったら多分難しい。あ、ジムにも行って、え、そう、ジム行ってるっていう噂を聞いたんですけど、お姉ちゃんほんまに続いてるんですか？あのお姉ちゃんがジムが続くっていうイメージがなさすぎて、ママと一緒に続くんかねって言ってたんですよ。あ、行ってるの？え、えらい、すごい、私行けないのに、すごい、えらい、すごい。私絶対ジム行けるタイプの人間じゃなくて三日坊主なんですけど、すごい、そんなにちゃんと行ってるんだね、ももよりファンのみんなの方がお姉ちゃんのこと知ってる。ジムの人に見バレしてるから行かないとってえ、じゃあ逆にさ、見バレしちゃってたらさ、あの逆に続けられるねすごいやるときやるけ、そうなんよね、お姉ちゃんってやるときはめっちゃちゃんとやる人なんだから、すごいなって思ってる。本当にそういうところ本当に尊敬する。私結構なんかへーってなっちゃう。あれ、なんかでも毎日ね、なんだろうな、私あんまり、でも何個も続けられてないの。私が毎日続けられてるのは本当に配信。そう、やるときやる子じゃん、通い始めたけど。本当？でもちゃんと予定をもう決められてたら、いや、いけるかもしれない。絶対この日に来てくださいみたいな感じだったらいけるそう、腹筋割れてる、あ、腹筋は割れてるよ、これでしょ。ちょっと待ってな、私の腹筋作るわ。この色じゃ見えにくかったですわ。この色にしましょう。シックスパックを。見えない。ティッシュが見えた。確かに猫がなんかシックスパックみたいになってる。ぽくりなお腹のイメージ見せたことないでしょ。にゃんこかわいいでしょ。最近にゃんこの服めっちゃ好きなんよね。にゃんちゃんの中とか見たらどうなんだろう。私の方がぽっこりしてるかもしれない腹筋しなさすぎてあはっ、6個に入ってる。6個、え、8個これ、あ、そう、1、2、3、4、5、そうだ、これ8個かもしれない。
ラキ君の写真、そうラキ君めっちゃ目が光ってた。8パックだった、そう8パックでした。私を6パックとか言ってたけど8パックだった。あれポクニャ、わかんないわかんないけどわかんないけど腹筋はないですね、全然ないですね。そう、こんばんは。姉ちゃんと競って受けんすか。腹筋か。絶対他のアイドルさん写真撮りそう。どうなんだろう、どれくらいあれなんだろう、話せる時間があるかだけど、でもなんか見たいなと思って。そう、他のアイドルさんのライブ見てみたいなと思って。見ようと思ってる時間があれば見たい。見れたいね、見たいな。急いでるので明日まで、明日まで。四国も見たいよね。いつもさ自分が出てるけど、そう、もーちゃん出てくるまで腰がもつかった。休みながら見るんだよこんばんこんばんは。見る側、そうなんですよ、四国を見る側なんですよ。四国も見たいな。私もあの何の曲をやるか分かんないけど、なんか一緒にヘタレとか踊りたいんですけど、このファンの人がやってくれてるやつを私もやりたいけど、ペンライトあるんかなわあ、ペンライト買えばよかった。なんかペンライト持ってない。クエスト行くつもりなのに仕事終わらなそうなんで、たまにはね、間に合ってほしい。タイガーファイヤー、わかんないからちょっとふんふんふんってちょっと合わせてごまかすタイガーファイヤーファイヤーファイヤーって多分言ってるじゃあじゃあもーちゃんの猫ミームが、あ、なんか見たかも見たかもしれない。緑のペンライトがね、緑のこのこれをやらんと。そう、明日猫の日だよね。猫にゃんにゃんにゃん。タイガータイガーって言ったら大丈夫。本当今なんとかなるのちょっと合わせていく周りの感じを見ながら下手ではやるの、うん、全然ごめん、わかんないもうカスタ四国のみんなが何をやるか分かってないんですけど、でも多分振りがあるのが下手れかなんだっけ、ガラス瓶なので、どっちかがあれば一緒にやりたいなっていう。四国の方は全く把握してない、うん、全く把握してない、自分の出るやつだけ見てたそう、最後のジャージャーは合わせるわ。あ、ガチ恋工場言えるからそこはね頑張ります。思うかもっていうか、楽しみだね。もうか動画私がコールしてるとこ
もうの声が客席に恥ずかしい恥ずかしい。明日そんな早くない、ちょっと早いけどすんごい早くはないかな。自分の出番結構夜だから、でも準備をしなきゃなのでそろそろ読みたいと思います。してやラスト、そうなんよラストなんです。はい、13位のコウスキさんありがとう、12位のテイスティさんありがとう。もうとにかく明日はクイズでぶち上がろうぶち上がろう、楽しもうありがとう。11位のまぼれしさんありがとう。1位のコウジさんありがとう。カラコモもかわいい、配信ありがとう。こちらこそありがとう、カラコモもだにゃん。キーのしんたけさんありがとう。クイズ楽しみ、ピンクと緑フリフリする、おーフリフリしてね、見つけたいうちのふくちゃんありがとう。もうこごみ明日のふくフェス楽しみしてます、一緒に楽しもうね。7位のたかきさんありがとう。今日のも買いすぎてずっとずっと大好き、やったねありがとう6位のたつさんありがとう。めっちゃ泣かせる、何があっても一緒ですけど泣かないでありがとう。5位のピノさんありがとう。クエスでもっちゃんをいっぱい応援するぞ、応援してね、見つけたいな4位のトシさんありがとう。ずっとモカのそばがいい、明日から振り袖ちょっと練習しとく本当に撮ってくれるありがとう。それのトシさんありがとう。目をよく見たいからできるだけ近づく、目を見たい、目を目を、これって目映ってるちょっと影になっちゃってるかも、ありがとうね。2のドラゴンさんありがとう。明日会えるの楽しみ、特典会でも会えますように、会えますように、 B チーム来てね1のエイトさんありがとう。ありがとうございました。四国みんな16時55分に着かね、結構早めに着かんと、めっちゃすっぴんで見とるかももしついても絶対可愛いんだけど、本当ありがとうございました。明日特典会決まってます。明日そう特典会が夜なので結構珍しい、この時間くんないだー、おやすみー、今日もありがとう、またねー。